はい皆さんこんにちは歴戦に講師の森山です、えー、本日は年末年始の過ごし方、えー、このようなことをお話をしていきたいと思いますまあ、普段から小書士の試験の合格に向けて、えー、頑張っていらっしゃるというところだとは思いますがあこの年末年始これを有意義に使ってもらうためにどのようなことに注意して勉強したらいいのかあこのようなことについてお話をしていきたいと思います年末年始 まとまった時間が取れるという方もいいると思いますこのまとまととった時間というのが特にこう社会人の受験生などにとっては貴重なな時間とということになってきますよね年末年始が終われば今度はゴールデンウィークぐらいまでまとまった休みはなかなか取れないよなんて方も多いと思いますからぜひこの年末年始のところで成果を1つ挙げていただいてその後の勉強をスムーズにこう勉強できるようにしていただければという,ふうに思います。でこのまとまとった休み 勉強時間が取れるよってお話をしましたが実はほっとくと取れません年末年始というのは世間が騒がしいですから何かえ紅白歌合戦があるだとかだから年始でお餅を食べてたら終わっちゃったとかなんか 親戚が訪れて雑談していたら夕方になっちゃったとかこういうことがあり得るわけですですからまずそういうこともまあ、ある程度大人ですからね防げないんですがしょうがない面はあるんですがそれでもなるべく時間を過ごすためにまずしっかり予定を立てるってことが必要です流されていたら何もできなくて終わっちゃうんです 皆さんは毎年毎年試験を受けるわけではありません今年の試験にに合格するために勉強してるんです今年だけですから今年の年末年始ぐらい勉強しても大丈夫ですということでしっかり予定を立てて望んでくださいそうじゃなければ流されて終わってしまうということになりますねで、えー、まあ予定を立てるといっても一体何をやればいいのかというと大きく2つです だから年末年始の過ごし方といっ,ってあってじゃああれをやろう、これをやろうというふうにタイプ別にいろいろお話をするみたいなことではなくて大きく2つしかないです、やることは。ややりり残残ししててるるここと。やり残していること。ですから例えばあレックで基礎講義を受けてますだとかあ予定、えー、独学でこう勉強してますだとかいう方で、えー、まだ終わってない部分があるという方はそこをしっかりやってもらう必要があります。例えば通信。 でで学学習習ししてていいるる、えー、通信講座で学習している配信が間に合ってないって方は一生懸命講義を追いつけるようにしてください年末年始まとまった時間に追いついて、えー、年明けから憂うことなく残りの講義を聞くことができる、えー、そのような状況にしてほしいんです。 でまあ勉強がですね、まあ、追いついているって方はいいですが追いついてないという方はしっかり予定通り進めていくで予定より遅れてしまったところを埋めていくこういういチャンスになりますからまずはその遅れているところをやるだからまあ講義を受けてない講義がある方はしっかりやる例えば通学生の方もそうですえ通学生の方でもちょっと演習の講義までは間に合ってませんいややりましょう。 で期日の演習が間に合っていませんじゃあやりましょうって形になりますで多くの方っていうのは順調通り進みませんですからあ自分は順調通り進んでないから不安だ、えー、こういう形もよくありますそういう話もよく聞きますでも順調に進んだ方なんてないないんですねだからそれでも合格はしていくんですけどもその順調に進んでない方是非遅れを取り戻すチャンスになりますからしっかりこの年末年始にこれが足りてないこれがやってないこの部分やらなければいけない ということをちゃんと予定を立てて認識してもらってそれをやるっていうことが必要になります。だから予定を立てる時にまず1つ目やり残したことをしっかりこなしていく時間やり残したことをキャッチアップする期間ですからこれをしっかりやってください。でもう一つは苦手を埋めていく。 苦手を埋めていくで勉強が順調に進んでいるって方もいると思いますがその中でいや民法の債権の部分の復習が間に合ってませんとかあ不動産登記の記述があ少し苦手ですという形で苦手な部分があると思いますからそこをしっかり埋めていくということが必要になります。 ととというここで、でで苦手な部分をまず自分を自かることが大事ですで。それはもう客観的に過去問を解いて正解率があ悪いところとかあるいはどうしても苦手意識があって遠のいてるところとかあると思います。で苦手意識を一度持つとそれってどうしても後回しになっちゃうんですね。やるの嫌だからいやちょっとここ得意だからやろうみたいな見て見ぬふりをするわけですよ。ですからこの年末年始にこれもしっかり予定立てないとだからまた見て見ぬふりをします。いやと ですからまずあれをやろうとしっかり決めることとにかくだから予定を立てるということが必要なんですね。ということで予定を立てることの2つ目苦手なところをやりましょう。で 3つ目、さらに余裕があればあ勉強を回転していくってことが重要になります。例えば携帯使用書士私の執筆した書籍なんか使っている方、私のクラスの方も使ってくれていると思いますがあそういうものをですね一回りしていくということも大事な勉強になります。あもちろん今の、えー、遅れている部分取り戻すとか苦手な部分埋めていくってことがもちろん大事なんですがさらに余裕があればじゃあ一回りしてみようかなと1回転するだけですごく大事です。で、ね これから直前期に迎えたら当然何回転もしていかなければいけないそれから1月から3月なんかも一生懸命復習していかなければいけないそうするとこの、まあ、1回転かもしれませんがこの冬休みの間にとりあえず携帯使用書士1回転できましたと例えば民法だけでもできました不動産登記だけでもできましたというのは非常にこう価値がある話になりますねですからそのような形で、えー、1回転していくということが必要になりますまとめると、まあ、きちんと予習予習というか予定を立てることその予定を立てることもうとにかくこれ 遅れているものを取り戻す、苦手分野を埋めていく。え、それから、あ、全体的に一周すると、え、そのような話をしていただければというふうに思います。そのように勉強してください。で、私の方からですね、実は年末に一つ、講座をやります。 でこちらですね携帯使用書士で会社法、商法、商等法、総整理道場というものですで多くの方先ほど自分で苦手な分野を見つけてそれを埋めていくって話をしましたがあこの会社法とか商法、商等法に関してはあ特に、えー、小学生の方を中心に苦手意識を抱いている方がいると思います、えー、もちろん中上級の方でも、えー、苦手だよって方は非常に多いと思います、えー、この道場は12月30日 1> 1日だけ年末の1日で会社法、商法、商灯法を総整理していきます。もちろんすべ、えー、ての分野これをですね一つ一つこう見ていくことはできませんがそれでも全体を速攻チャージ総整理していくということで、えー、苦手なところ難しいところそういうところを中心にもう総ざらいをしていきますので、えー、ぜひ年末1日、えー、時間をください。えー、朝から夕方までで時時間間、えー、この6時間の講座で会社法消灯 商法、小刀法ですね、えー。こちらを得意分野にしていただきたいというふうに思います。えー、勉強が遅れてる方、あるいは会社法、商法、小刀法が苦手だよっていう方、あぜひ、えー、こちら来てください。で、普段、えー、私の講義を通信で受講しているなんて方もぜひ、えー、チャンスですから一度生講義の方お越しになっていただければと思います。えー、こちらですね、先着で40名だけにはなります。教教室の都合がありますからあ40名、えー、先着で生講義になります。で、その後ちょっと申し込まれた方は隣の教室でこう画面を 通しての話になります。まあ、それでも十分効果が出ますがぜひ普段通信で受けている方はぜひこう生講義の方にも参加してくださいで、普段通信で受けているよという方も生講義を受けていただければモチベーションが上がったりやろうかなという気になったりしますのでぜひこちら一緒にです、ね、勉強していきましょうそれでは今回はですね、年末年始の過ごし方ということでお話をしてきました。で 一番最初にお話しした通り本当に無意無策で過ごしてしまうと流されてしまって何もしないで終わってしまうえ気づいたら終わってしまうってことになりかねませんですからしっかり予定を立ててやるべきことをやるそのような有意義な年末年始にしていただければというふうに思います。えー、皆ささんのですすね勉強頑、えー、頑張張っっっててていいただだけることを祈っております頑張ってください